本日のセミファイナルジャパングランプリ92準決勝30分一本勝負を行います。青コーナー全日本バックチャンピオン150ポンス吉田麻里子、赤コーナー 3WA 並びに UWA 世界タッグ IWA 世界女子チャンピオン150ポンス第6試合は、準決勝の第2試合、トヨタ対吉田なんですけど、本来ならこの青コーナーに、このゲストの井上恭子選手が、これはタブーですね、それはタブーですね、はい、でもやっぱり恭子選手としては、はい、ここなったらあの同期の吉田に頑張ってほしいという気持ちが強いんじゃないですか。そうですね、はい、まあ、優勝託すといったらちょっとあれですけど、はい、そういう気持ちがやっぱりあるんじゃないかと思うんですけどね、やっぱり同期に勝ってほしいというか、あの吉田の場合はね、1日2試合っていうのはもう何回も経験してますからね、はい、やっぱりそういう意味で強いですよ、まして今回はちゃんと休憩がありましたもんね、間にインターバルありましたから、その2人 IWA で1回吉田が挑戦してるんですよね、はい、ありましたね、元気ですね吉田さん、とても2試合目とは思えない、はい、どこにこんなパワーがあったのみたいな、吉田の肩と腕っていうのはもうかなりね、あ、だいぶ良くなってきたって言ってましたよ、あ、この間も一緒に医者行ったんですけど、でもダメですよね、もうこんなに毎日毎日試合続いてると、いわゆる慢性化っていうか、しちゃうんですよね、治る暇がないんですもん、そういうことですね、そういう意味でね、他の団体と比べて全日本女子プロレスは試合が多いですから、その中で克服してやってるっていうね、さらに過激にやってるわけですよね、他の団体より、はい、そこにやっぱり違うっていう点があるんじゃないですか、結構でもファンからするとこの試合の多いのが、あの批判的ったら変ですけど、もっと減らしたらどうかっていう声が結構聞くんですけど、その辺会社側としてはどうなんでしょう、結局あの試合が多いっていうのはやっぱプロレスの経験ですよね、やっぱり一試合一試合経験積むことによってプロレスっていうものの幅が出てくると思うし、やっぱり確かに多いことは確かですけどね、やっぱりこれからうまく調整しながら、スケジュール組んでいかなきゃいけないと思うんですけども、でも確かに全場の選手の素晴らしさっていうのはこの試合の多さというか経験の多さから来てる部分がだいぶありますもんね、やっぱりね、こういうものはやっぱりやらなきゃうまくも強くもならないですよ、いわゆる耐久力というか打たれ強さとか、あのそういうものはやっぱり多くの試合の中からまた生まれてくるというか、そういう自信が出てくるもんですもんね、やっぱり1ヶ月に数試合、1ヶ月に1試合では、やっぱりいい状態でコンディションでは持っていけないと思いますよ、逆に、よくあの僕らが持ってしまうのはこの後楽園のような舞台だと、もうさぞや一番この注目されてるわけだし、あの万全の状態でね、この晴れ舞台に臨んでると思いがちなんですけど、実は全く恭子さん逆なんですよね、はい、一番逆に疲れ切ったところでこの舞台に上がってるんですよ ね、 そうですね、実態というのは、後楽園後楽園って言いますけど、自分たち本当もうどんな、ね、小さなところでも一生懸命やってますから、後楽園が特別とかそういうのは、一番自分がやりやすいところは後楽園ですけど、お客さんもなんか支持してくれるしね、すごいやりやすいってなるんですけど、もうだから気を抜く暇がないから、そうですね、この体だけは本当に、やっぱりそういう意味でね、全日本女子プロレスの後楽園じゃない会場も来ていただきたいですよね、あ、それは自然とそうですよね、思いますもん、やっぱ選手が本当に同じ試合をやってるわけですよ、確かにそれはもうその部分は定評のあるところっていうか、トヨタが動きをなんかね封じられてるみたいだけど、そうですね、でもトヨタさんは打たれ強いですよ、どこ攻めてももうキック一発で反撃ですから、回復力が早いというか、もうその力どこに残ってたのみたいな、すごいですよ、ね、怪我も少ない選手だし、やっぱこういうタイプは本当いないですよね、いや本当全場の歴史史上でもいないって感じしますよね、
ただトヨタはねもう一つ間というものがねやっぱ技と技の間に間が出てくると、もっと素晴らしい選手になると思いますよ。しかしすごいスピードですね本当この人は。いやこれこんなこと言っちゃあれですけどね他の団体の選手はこのスピードついていかれないですよ。それは絶対ついていけないでしょう、だから僕前場の凄さを言うとしたらそのスピードと耐久力とそしてまた打撃の凄さ、まあ、要するに全部ですけどでもその3点という感じが特にしますね。だからねこの井上京子なんかも例えばねただの他の団体と対抗戦があるとしたら、意外な面出してくるわけですよ。どうでしょうえどうでしょう、ね、本人としてはどうでしょうね、そうなってみない、まあ、それはリングで答えを出しますって、まあでもそういう期待は実際ありますね、トヨタはねほら2年ぶり2度目の優勝をねやっぱり狙ってるでしょ。はい、でもなんか吉田もここまで来ただけでもなんか本当に良かったんじゃないかなっていう、でこのジャパングランプリですけど、ま、過去は結構、まあ、順当というか割とトップグループが出てたんですがこの2年間はいわゆるダークホースというかそのトヨタにしろ井上京子の昨年の、ねはい、京子選手にしろ、そういう感じで非常にこう新鮮な驚きがあったんですね。あの優勝のシーンというのが今年もそういうのを期待するという意味では吉田あたりに出てくってくれると面白いんですけどね、そういうムードを持ってるんですけどね。ヤローが出ましたよ。ヤロなんかね吉田はね今年1年終わって例えばね終わったらなんか全日本女子プロ大賞の賞を必ずあげたいですね。ああ意外ともらってないんですかね。全然もらったことないんですよ去年までは。そうですか。じゃあそういう考えるといかに今年飛躍したかということですね、そういう証明ですね。なんかその証明がこのジャパングランプリだと思うんですよ、まさかね誰もベスト4に吉田が残るって思ってなかったと思うんですよ。そうですね、私もうかうかしてられませんね、でもこれもまた嬉しいことじゃないですかレベルアップというのは。そうですね、吉田も攻めてますね。そうですね、トヨタがなんかいつも の自分本位というか、一方的な試合じゃできないですね。できないですね。完全に封じられてますね。珍しい攻めじゃないですか吉田。そうですね、やっぱり足ですかね狙いは。だから吉田なんかもやっぱりルチャーの殺法を中心に見られちゃうんですけどね、すごい激しい面もあるんですよ。あこれ三田戦でやりましたね、あの低空飛行の。まず動きを止めようと思って考えてますかね。いや、 やっぱりね、気持ちの中に井上京子の分までっていうのはあるんじゃないですか。で僕本当ね、吉田が上がってくれば63年組トリオというのはますます魅力的になると思うんですよ。本当ね、走行三人みたいな感じでもう3人のトリオだけでメインが十分組めるというかそういう存在になってほしいんですよね。なりたいですね、前にコラケンでありましたけど、もう十分メイン取れると思うんですよね、このトリオで。そのためには一人一人が力をつければ、余計あの総合的にね、総合力が増すわけだから、なんか吉田のペースでね試合が進められてるっていうか、これは珍しいですよね。トヨタってやっぱりどうしても相手のペース渡さないですからね、いつも。吉田はトヨタに勝ったことあるんですか。フォール奪ったことあるんですか。ないんじゃないですか。ですかね、やっぱり。それともトヨタはねやっぱり自分は決勝に進むつもりで温存してんですかね、攻めさせて、まあ、そこまで計算してますかね。吉田2試合目ですからね、やっぱり攻め疲れっていうのもありますからね、吉田これ勝ってもまだあとは3試合目があるわけだから そうですね、そういう面では不利ですね。確かに。あ、早い。なんかトヨタのあの水着がなんか後ろから見ると何もなんか汚い感じしますよね。そうです、そうです。
一瞬ドキッとするんですよね。ちょっとエッチですね。ドキッとしますね。これもやっぱり夏用なのかなっていう。涼しげではありますね。非常にでトヨタは割とナルシスト的なところってあるから、結構細かいところでね、人と違うんだよってところをなんか出してる感じしますよね。ありますね、そういうところは。あ、これ吉田があっちでマスターしてきたよ。ルチャサッポだから吉田にしても井上京子にしてもね、やっぱりメキシコのルチャの関節技っていやまだまだ実はいっぱい持ってるわけなんですよ。ただね、やっぱり徐々に披露していくっていう感じじゃないですか。井上京子のプランチャスイシーダなんかこれすごいですよ。日本でまだ1回しかやったことないですけどね。日本でまだ1回しかやったことない。これで流れが変わった。うわ吉田また唇切っちゃうんじゃないのこれ。なんか場外まで太りそうですね。これうわ、いつもなくすごい。吉田もこれね、カウンターで食っちゃう癖があるんですよね。吉田は本当にこのトロさんが試合に出ちゃう。うわなんか返してくれ。突き抜けてしまいそう。よしなんかね、吉田は本当体を張って全日本女子イズムをね調教してるんじゃないかと思うんですよ。やっぱあんだけまともに受ける選手いないですからね。吉田って言ったら、唇切って血だらだら流してっていう試合のイメージがありますよ。本当だったらあのドロップキック連発だけで十分あの勝ってもおかしくないんですよね、はい、あの相手によっては。これが全場選手だからおそらく耐えられるって感じと思います。うわっ、これもちょっと変な落ち方しました。これちょっとね、背中がなんか丸まっちゃった感じですよね。大丈夫かな。思わぬダメージがあったかもしれませんね。これトペ狙ってますね。トペ、あ、プランチャーですか。サクトビ、サクトビ。今日はいっぱい飛べて嬉しいんじゃないかな。やりたいことやれて。やっぱりね、肘とか肩とかね治ってくると思う存分なファイトができるっていう楽しみあるんじゃないですか。そうですね。だから、この前も言ってたんですけど、痛いとこなくなればもっといろんなこと楽しいことできるのにねっていつも話してるんですよ。あ、ムーンサルトバックですね。トヨタはね、これ相手あんまり見てなくて強引に仕掛けちゃうんですよ。だからこれでもうちょっとね、ちょっと心のゆとりが出てくると、もっとすごい選手ですよ。そうですね、もっと技も大きくなるでしょうね。あ、これはもう井上京子のジャイアントスイングと並んでね、回し技のこれはもう1位に争うんじゃないですか。おし、まずいな、決めのパターンに行きますよ。トヨタ大丈夫そうですね。先ほどのトヨタ本当どんな位置から落ちても怪我しないっていうね。ですね。あ、マリちゃん何がある？なんだ、もう一回飛べ。なんだ、見てちゃんと。あ、今度トペですね。あ、トペですね。トペ。ちょっと誤爆ですよ。誤爆。トヨタケブラーダになってますね。おっとおっと。いやー、もういつ見てもヒヤヒヤしますねこれは。人の見てるだけで痛い。痛いよ。最近ね、ケブラーダが本当綺麗に決まりますよね。はい、取らせてほしい。うわ、完璧なジャマンだったけど、ほとんどなんか無意識に返してるって感じですね。トヨタの場合ね、ジャーマンを本当につなぎ物として使ってますよね。これはジャガー式ですか。はい、よく返しましたね。マリちゃん、いや、よく返してますね、吉田は。いや、吉田の耐久力って本当すごいですよね。返せー、よし。トヨタはね、全勝でね、リーグ戦勝ち抜いてるんですよ。はい、
だからその勢いっていうのはやっぱりね、準決勝に持っていきたいんじゃないですか。さあ吉田攻められるか。ラ・マギストラルですよ、これは。しっかりしっかり、あのネグロカタスの片付けのやつですね。吉田何がある、何行く。あ、側転を、DDT、ちょっと苦しそうですね。吉田も、ほら井上京子2回食らってね、経験あるから。おっと、デンジャラス。あ、これはかなり効いたみたいですね。やっぱり一瞬のね、隙っていうのが勝負を左右しちゃうんじゃないですか。そうですね、それは本当そうですよ。フィッシャーマン珍しい。おっと、ガッチリと固めたんですけどね。お、ジャーマン行きますか。やっぱり心理的にジャーマンやられてトヨタも来るんじゃないですか。でね、井上京子も実はジャーマンの名手なんですよ。あ、知ってます。はい、だからやっぱりそういう目で見たんじゃないですかね、今のジャーマンは。やっと今の15分ですね、ほとんど。さあ何狙う、ボディアタック。あ、ボディプレス。なんか吉田も2試合目だろうが、もう全くもう関係ないっていうね。吉田手がしびれちゃってんじゃん。常に全力投球って感じですね。さてさて、フィニッシュ。あー、これも決まらない。これね、ファンのね、ファンも半々じゃないですか、応援が。まあでもやはり吉田後押しする声が多いですね。いや、それ誰、でも勝ってもらいたいですよ、吉田には。あ、すごい。うわー、ギリギリ。のどめどにモロに入った。うわ、今度は顎直撃。これ立ってくるのが不思議なぐらいですね。これ自分からね、無意識に向かってっちゃってるでしょ。いや、もう見てらんないですね、ちょっと。あまりにも厳しい攻めというか。これはまたローレット狙いましたよ、2発目の。あ、逆に。いけ。あ、これでもダメか。もう全く互角ですよね。あ、ジャパニーどうしたんですか。吉田はいつものように口からまた血出してますね。ちょっと厳しいですけど、あ、また。うわ。これは何ですか、変形のジャパニーズオーサーですね。そう、ちょっと違いましたね。入り方がね、違ったし。もう吉田よくやったと言うしかないです、これ。吉田もね、ここまで来たこと自体が吉田もう。上出来ですよ。そうですね、もうものすごくボルテージの高い試合でしたね。よく途中も返しましたよね。うん、吉田にはちょっとなんか何かあげたいですね、賞を。そのくらいこの大会よく頑張ったと思います。